メディカルプラス講師の木下博一です。生徒プラス生徒役の木下大です。生徒マイナスじゃないことです。いやだからマイナスがおかしい。違う、この番組はプラスになる番組ですから。そうなんですよ。マイナスに思ってる人もいるかもしれないでしょ。いやいや、いませんからね。そもそもそれだってやる人ないから。いろいろあってみたいじゃない。え、いろいろあって。じゃあジャガーさんあれですか、この番組通してマイナスですか。いや、あまり見てないから。なんでやねん。なんで、普通はプラスなんですよ、普通は。ね、あのね、はいはい、いろんな形から見ないと、うん、YouTube なんてやってらんないの。プラスになる人を見てくれればいいけれど。いや、プラスだから見てるでしょ、皆さん。いや、ハスに構えて見る人。いや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 、これなかなかね、こういう番組難しいんですよ、実は。まあね。ね、この。先生は難しいと思いますよ。いや、難しいですよ。うん、これホワイトボードに書いてるの僕ですからね。まずね、字をきれいに書こうという努力から始まるんですよ。いかに大変です。さあ今回ですけども、はい、まあこれね、聞いたことはあるけど、はい、あれなんかこんがらがるな、何のことだっけな、どう違うのかなっていうのをご紹介させていただきたいと思います。はい、今日ねこの番組を最後まで見ていただけると、あ、そうかと、明日から隣の人にこれ知ってる、うんうん、これ知ってる、こう言えますよ。言えますね。言えますよ、うん、ですから必ず最後まで見ていただきたいと思います。見ます、見て。はい、さあ今日のタイトルは滅菌、殺菌、消毒、除菌、抗菌、何なんでしょうと、こういうことなんですよ。何なんでしょうとね、ジャガーさん聞いたことありますか、こういう言葉、滅菌、殺菌、消毒。いや、聞いたことあるに決まってるでしょ。あ、ありますか。あんた日本人で何年やってると思ってる。ありますか。でもこれどうですか、除菌と殺菌違うのかどうか。殺すのと減らすのと違いがあるでしょ。ああ、じゃあ滅菌はどうですか、どう違いますか。減らす。同じですか、じゃあこの辺は。除菌と殺菌、滅菌は。殺菌は絶対殺すんです、全部。微妙に日本が難しい。なかなかね、うん、この違いってなかなか完全にご理解してる方少ないと思います。さあ今日はですね、ここをもうクリアに、うん、ね、明日から隣の方にこれ知ってると言えるように、ね、そんなのってさ別に医者関係なくない、うん、はい、全いや、そんなことないんですよ。これはね、医者がよく使う言葉なんですよ、うん、まずね、滅菌、これよく使います。例えばですね、うん、手術をするとき、うん、手術の材料どうですか、手術器具が、うん、バイ菌ウイルスついたらどうですか。いや、ダメだ、ね、でしょ、それは。ですよね、はい、ですよね。じゃあどうするかっていうと、そういう器具を使ったらまた再利用するわけですから、はい、こうするんですよ、滅菌するわけですよ。雑菌でしょ、普通は、はい、全部殺さなきゃ。え、何ですか、雑菌。雑菌を殺すんじゃないの、殺菌ですか。あ、そう。殺菌、あ、殺菌ね、それ違うんですよ、やることは滅菌なんですよ。滅菌の意味こちら、すべての微生物を殺す、徹底的にゼロにするということですよ。ですからね、こう手術でなくても、うん、まあ、例えば外来で怪我をしてきたとか、そういう時にね、そこにまたバイ菌やウイルスつけちゃダメじゃないですか。ダメですね。ですから滅菌した道具を使うわけですよ。なるほど。ですからここはね、もう外科医はみんな知ってますよ、当然ですけどね、滅菌、はい、ね、まあ、いろんな方法でやるんですけど、一般的には高温100何十度で数分間、うん、何十分間やると全ての微生物を殺すことができる、滅菌という言葉ですね。さあ続いて殺菌、先ほどからね、ジャガーさんが雑菌って言ってましたね。雑菌で雑な菌って書いてますね。はい、違いますね。これはね、微生物を殺すっていう意味です。あれ、滅菌と同じじゃねえかと、うん、こう思われる方いらっしゃるかもしれません、うん、はいはい、でもここね、大志くん、程度は問わないわけですよ。なるほど、まあ、つまり100微生物がいた時に20殺しても30殺しても殺菌なんです。わかります。なるほど。ちょっとでもその微生物を殺していれば程度は問わないわけです。全部殺菌になるんですよね、うん、ちょっと違うね、全部殺すか程度は問わないかで違うわけなんですよ。逆の意味に思いますね、滅菌と殺菌が。あ、殺菌の方が強い感じがする、うん、私はね。違いましたね、今日から改めてくださいね。
いやだ、一生そのまま。いやいやいや、おかしい。せっかくプラスなんだからお願いしますよ。さあ、消毒、これはよく聞きますね、皆さん。消毒しましょうとかよく言われますよね。これは一体何なのか、そこにいる微生物の数を減らす。あれ、なんか殺菌や滅菌と似てるなと、こう思いませんか、ちゃんさん。まあね、ね、近からず。なんかね、似てますよね。なんか殺菌も消毒も似てますよね。でもちょっと違うんです。なんで数を減らすかっていうと、感染症を起こさない程度まで減らすこと。だから全部は殺さなくてもいいんですよ。そのばい菌やウイルスがあっても感染症を起こさないんであればいいんですよ、消毒。まあ、考えたらそうですよね。消毒して我々は病気にならなきゃいいわけですよ、はい、ですから違いがあるわけですよ。程度は問わないと感染症を起こさない程度まで。さあ、まだありますよ。次、除菌。これありません、除菌なんとかっていう製品よく見ません？あ、見ますね。見ます。ね、大志くん見ますね。見ますね。どうやって使ってますか、除菌っていうと。なんかイメージは、この人菌の塊だから何も使いません。どういうこと息子だから。菌の塊ってどういうことそれ。手をよく洗いさせたら本人は洗ってるつもりなんでしょう。いや、まあ一応洗ってるからね。さあ、除菌はどういう意味ですか、大志くん。分かった。うん、その場にある、菌を除く、うん。あ、まあ覗く菌ですからね。まあそのままですよね、はい、ジャカさん分かりますね。あの、思いっきりホワイトボード見てますけど、カンニングしてますけど。違うんだよ、これは邪魔なんだよ、はい、もう。はいはい、照明がね。はいはい、そういうし、細かいこと言わなくていいからね。さあ、次いきます。抗菌、これもよく見ません？あ、抗菌仕様とか、およく見ません？あの便座、便座ね、おトイレの便座抗菌とかなんとか見ますよね、うん、これはバイ菌殺さないんです、うん、バイ菌が増えるのを抑えるような仕様、増えないように。違うんだな。違うでしょ、それぞれ。全然違う、ね、全然違うんですよ。同じ種類に思うけどね、ほとんどね、同じ種類思うけども、うん、一つ一つ違うわけですよ、うん、確かに。だから一般の方に騙されないでくださいよ、うん、こういう違いがあるんです、うん、さあ、これを分かりやすく一言で言うと、滅菌はこちら、全滅。もう全てやっつけてしまう。もうそのままですね。で、厳密に言うと、まあちょっと残ってる場合でもいいんだけど、まあ基本的に全滅です、うん、さあ、殺菌はある程度殺せばいい、うん、はいはい。じゃあ消毒かどうか、無毒か、うん、ね、感染症にかからない程度まで減らす、うん、さあ、除菌は何か、数を減らすだけ、うん、数を減らすだけ、うん、そして抗菌は増えるのを防ぐと、うん、はい、それぞれ一言で言うとこんな感じ、はいはい、役割が違うってことですか。まあまあまあ、その意味が違うんですよ、うん、ね、まあ滅菌ってあんまり使わないんですよね、普通日常生活。なんかどうせなら、うん、全部滅菌すればいいと思っちゃうわけよ。あ、菌がなくなればいいと、うんうん、まあね、これはまあコストの問題もありますしね、うん、でもまあある程度ね、我々の生活っていうのは微生物、まあ、細菌やウイルスと共存してるわけですよ、うん、なるほど。これ全部なくなったらどうなるかちょっと考えられないですね。抵抗力がなくなったり、まあまあそうなんですよ、うん、それに対する免疫、抗体ができなくなりますからね、うんうん、まあ、全部が全部ね、日常生活なくなったら、まあ現実的じゃないわけです、うん、まあ、こういう分類もありますよ。菌を殺すか殺さないかで分ける、うん、まあ、こういう分類もあります、うん、殺す方は滅菌消毒ですね、はい、滅菌消毒、まあ、殺すのも殺菌って言いますけども、滅菌する、消毒する、殺さないのが抗菌除菌ですよ。なるほどね。ね、大志くんどうですか、少し分かりました。大体分かったね。お、分かったね。今お前寝てたよ。全然寝てない。何が寝てんの。いや、俺聞いてたの、ちゃんとね、よく目開けて寝れるんだから。寝れない。ほら、なんかよくね、まな板もほら抗菌しようなんてあるじゃないですか。ありますね。だから抗菌っていうと、あ、バイ菌いないのかなと思うかもしれませんけど、うん、いますよ。これ増えないようにしてるだけですよ。そういう加工がしてあるだけです。実際増えるかもしれませんよ。わかりません。ただ抑えるような加工。ね、ジャガーさん。どうですか？こう何か使いたくなるようなこう用語ありますか？殺菌だね。え、殺菌だね。なぜ？殺したい。いやいやいや、なんで？怖いから。そういう意味じゃない。でもまあ、消毒の意味も皆さん分かってくださったんじゃないですか？全部が全部消毒するとね、うん、バイ菌やウイルスが死ぬわけではないんですよ、うん、ね、減らすんだけども感染症、病気を起こさない程度まで減らしてくれると、
こういう意味なんですね。じゃあ先生、はい、やっぱり、うん、あのすごく潔癖な方で、うん、前目見たくコロナとかで、はい、もう消毒すればいいと思う方、私もそうですけど、はいはい、うん、そういう方いっぱいいると思うんですよ、であとやっぱり子供が小さかったりすると、はいはい、神経質になりますし、はい、だけどそれがいいとは限らないと、いうことですよね、うん、全部コロナじゃなくてもいいって言ってたじゃないですか、ああ全てをね、いやいやコロナだけに限っていれば、たまたま今コロナの言ってる、うん、コロナの話じゃないの、はいはい、そういう意味では必要な菌があるっていうか、うん、まあ、そうなんですよ。実はね、常在菌って言って日常に一般的にあるばい菌もたくさんあります、うん、そういうのはいらないんですよ、我々と共存してますから、うん、別にあの病気にならないわけです、我々は、うん、でもあの、うん、人によってはっていうか、そのもし病気のある人は分かんないけど、はいはい、そういう人に抵抗力がない人、その通りです、その通りです、うん、免疫力が弱ってる時は病気になることもあるわけです、うん、その言葉がすぐ出なかった、免疫が出ないの、免疫力が弱ってる方は注意しなきゃいけない場合もありますけど、我々日常生活してる分には共存してるわけですよ、うん、で常在菌と共存してるわけですから、うん、何が何でも滅菌生活を行わなきゃいけない、うん、こういうことありません、うん、大丈夫なんです、普通にしてれば大丈夫なんです、うん、まあ、まあ消毒っていうのはね、まあ、必要かもしれませんよ、ある程度感染症を起こさない程度までね、はい、それにはよく手を洗う、これが一番なんですよ、あのその謝辞加減はい、が難しい、謝辞加減、いやいや手は洗ってくださいね、手は洗うのは基本ですから、手ぐらいはいいですけど、はい、あっちもこっちも拭いたりこう、あんまり神経質にね、そうなると、うん、例えば小さいお子さんがいらっしゃったら、はいはい、その子が抵抗力なくなっちゃったりとかあるのかな、うん、まあ、かえってそういうウイルス、バイ菌に対して、うん、この抗体、免疫がつかない場合もありますからね、うんうん、よかった、お前なんか砂浜にポーンとかしといたわ、いやがましいね、どういうことだよね免疫力つけるだろ、いやいや砂場にポーンって、だから強いじゃん今ね、まあ、砂場にポーンってことはないでしょうけどねまあまあまあ強くなりましたよね、うん、まあだからあんまりねこう神経質にならなくても、うん、普通にしてらっしゃればまず大丈夫です、健康な我々は大丈夫です、でもね、うん、こういう言葉の違いをよく理解して、うん、何でもかんでもですね、なんかバイ菌がいるイコール悪いと思わないでいただきたい、うん、いうのが今日のプラスですね、プラス、さあ、今日いかがだったでしょうか、うん、今日はよく分かっていただけましたでしょうか、また次回までお楽しみに、バイバイ、バイバイ、最後までご視聴いただきましてありがとうございました、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、あと Twitter と Instagram ぜひ登録してください、よろしくお願いします、次回の動画もお楽しみに。